ロータリーエンコーダロータリーエンコーダは入力軸の回転の変異を内蔵した格子円盤を基準としてデジタル信号として出力する角位置センサである。回転を測定するセンサでは最も一般的である。同様の仕組みで直線変異を検出するものをリニアエンコーダという。そもそもは回転角測定用検出器としての考案であるが、 ロボットや情報機器のサーボ系統の位置、決めなど、新たな使用用途が確立されてきている。以下、光学式円ーだを例に説明する。光子円盤と2つの光電素子一定の角度のピッチでスリットをつけた光子円盤に、同じピッチの光子スケールを重ね、スリットに光源からの光を通して、光電素子に導く。ここで、光子円盤のみを回転させると、 一ピッチの回転ごとに一つの工程の波形が高電素子で検出され回転の変異が測定できる。さらに二つの高電素子を用い、高ケールのスリットを4分の1ピッチずらしてそれぞれの高電素子に光を導くことで回転方向を判別することができる。以上から回転の変異を回転方向に応じてカウンターで加減算して角位置を測定する。 対別すると出力信号の形態からインクリメンタル型とアブソリュート型に分けられる。このほか、内蔵検出素子により光学式、磁気式、レーザー式、静電容量式の分類もある。インクリメンタル円光だとも言う。一様なスリットが入った光子円盤を用いたもの。二組の光電素子で検出された信号が出力される。カウンターなどに接続して 波形の工程の数を回転方向に応じて加減算することで回転の角度を測る。途中に誤動作があればアブソリュート円光だとも言う。格子円盤のスリットに角位置ごとで異なる符号を割り当てたもの、絶対的な角度位置を出力することができる。その時点時点で角度は経過に関係なく出力されるのでノイズに強いが、 分解能を高めるためには桁数を増やさなければならない。各位置に与える符号のコード方式は BCD コードとグレーコードがある。BCD では一般に隣の符号に変化する際に複数のビットが変化するが、この際一つのビットだけが変化したところで読み込むと大きく離れた位置の符号になってしまうのに対し、 グレーコードでは隣接した符号間で常に1ビットのみ変化するため、隣の符号との間で別の符号を経由することがない。従って、通常アブソリュート型ロータリーエンコーダにはグレーコードが用いられる。ありがとうございます。